そうします。でその時のメンバー、松岡さんと八重樫さんと水谷さんに来ていただきます。松岡さん、まずは今日は先発お疲れ様でした。疲れないね。あれだけきっちり打たれたらね。これだけ雨の中ファン集まってくれてよかったです。そうですね、この本当にお客さんの中で投げられたっていうのは本当幸せです。ありがとう。八重樫さんはヒットも打って激走しました。大丈夫ですか、体の方は。今までやってたことない左足やってしまいましたね。足切り込む。大丈夫ですよ。優勝シーンご覧になった、久しぶりにご覧になったと思います。僕はちょっと出足は出てたんですけど、途中で怪我して、あとはこう自分が勝つのを待ってただけなんで。水谷さん、久々に当時のメンバー集まりましたが、ベンチの雰囲気いかがですか。いえいえ、もう本当に懐かしくて本当に嬉しいです。はい、優勝した時の映像をご覧になっていかがですか。そうですね、ペナントレースもそうだったんですけど、最後に打球処理したのが僕で、日本シリーズの時も最後が僕だったんですよ。で、まあ、はい、ありがとう。出したのは松岡さん。本当ですね、もう本当に懐かしいです。はい、今日たくさんのファンの方が集まってくださいました。これから出番という感じですか。そうですね、はい。どんなプレーを。いや、今の現在のプレーです。もう気持ちは分かる、気持ちはあるんですけど、はい、なかなか。八重樫さんは、久々の神宮でのプレーはいかがでした。そうですね、もう何十年ぶりですかね、松坂もね。もう最後の方は代打ばっかだったんで、ちょっと難しかったかな、キャッチングするの。ヒットの時は嬉しかったんですか。うん、どうなんだろう、詰まったあたりなんでね。内容が松岡さんは優勝された時は沢村賞も取られましたけど、あの時はこれはまぐれです。結果がそうなっただけです。いや、もうみんなでね、あの年は優勝して本当に嬉しかったですからね。今日だけど来られてるお客さんの中でもあの味、53年の味をね、味わった人ってたくさんいらっしゃると思うんでね、今日も味わって帰ってください。では八重樫さんからもメッセージお願いします。そうですね、今ちょっと自分の方もちょっと低迷してるんだけども、後半戦はしっかり練習しながら3位まで入るように願ってます。水谷さんもたくさんのファンに、本当に懐かしいみんなと会えて、それからこれだけたくさんの方々にご覧いただきたいので、本当に嬉しいと思います。まあ、当時 そのいっぱいになった時のその感覚をなんか頭の中で思い出して、大変感無量です。はい、ありがとうございました。